推しのカラー、生年月日1995年6月3日、出身地東京都、血液型 A 型、身長164センチメートル、スリーサイズ、バスト91、ウエスト57、ヒップ81、 G カップ。趣味アニメ鑑賞、ジム、ジョギング、特にクラシックバレエ、書道。アヘアヘーの綱です。アホです。早々以前紹介した武田玲奈等身大ポスターの特典であるクリスマス握手会のチケットどうしたのさ問題、当時ポスターしか興味がなかったのであれなんですが、アラフィフおっさんがどうですかね、迷惑ですかね、ロックオンされっぱなしですかね、持ちポリスメンから。まあ、行きませんでしたけどね。さてさて、今回ご紹介する等身大ポは2回目の登場、リアル峰富士子こと推しの沙羅さんです。日本一売れてる体の異名を持つ彼女ですが、これまた朝芸シークレットボル47より2番人気に認定されました。俺的勝手になんていう残暑、女子大生的ピチピチ感ともちもち感とプニプニ感の三者融合みたいな感じ。久々に俺のバイタルメーターがビンビンだぜって感じ。とりあえず下着みたいなピンクの水着がナイチョなのでした。ナイスチョイスの略。ポスター点数。ポスターの画質、品質、精度、星3つ。水着のデザイン、背景のセンス、星2つ。市場での価値、総合評価、星3つ。そんな感じの推しですが、最近はグラビアアイドルから女優業へ転身した模様です。ということはもう推し G は拝めないということか。 G はテラフォーマーズじゃなくて G カップの G ね。これから彼女のポスターはプレミアム必至かもですね。